はい、次の問題は0、1、2、3、ね、4枚のカードがあって、まあ、そこから3枚並べてできる3桁の整数、ね、考えるんですけれども、偶数は何通りできますかっていう問題です。で、ここで確認しておきましょう。偶数っていうのはどういう問題、偶数とはどういう数かって言ったら、まあ、2で割れる数ですけれども、まあ、1の位が0、2、4、6、8っていうものが偶数ですよね。ってことは、今回3桁を作るんですが、1の位が何だったらいいのかっていうと、まずは0ですよね。で、もう一つは2。ね。というふうになります。ってことは、まず1の位が0の時って言ったら0ないわけです。最初範囲の何通りかって言ったら1、2、3ですか、3通りです。じゃあ次はって言ったら1、2、3から1枚使ったら2通りですよね。ってことで、ここを掛け算すると、1の位が0の時は6通りできます。じゃあ1の位が2の時、これちょっと注意ですね。2はもうここで使ってるわけです。ってことは、残りは0と1と3あるんですけれども、0は最初に来てはいけないですよね。ってことは、最初にこれは1と3の2通りしかないわけ。で、次は何通りですかって言ったら、1と3のどっちか使ったら残りっていうのが、1と3の残りの1枚と、あと0を使ってもいいわけです。ってことは、こっち2通りです。ってことは、2×2 で4通りですよ。で、最後にやっちゃいけないのが、この0と2の時っていうのは、それぞれ別々の事象ですよね。だから1の位が0の時と1の位が2の時には同時に起こらないわけです。その場合っていうのは、こことここを何算するかって言ったら、足し算してくださいよ。ということで、6足す4で10通りありますっていうのがこの問題。ね。こういうふうに1の位をね、先に置いてっていうふうに考えるものがたくさんあるので、他の問題でも練習してください。Today, I wanna be the light to lead you where you're gonna be, wherever you stay. You may feel like being alone, but I can be the one you lean on now. The world is yours.